ここ数ヶ月の間に K セレブたちの間で実に印象的な恋愛関係がいくつも報じられました。 IU とイ・ジョンソクのディスパッチの新年カップルに始まり、イ・ドヒョンとイム・ジョン、ブラックピンクのジスとアン・ボヒョンなどです。これらの交際が確認された一方で、他のスターたちにも多くの噂がありました。中にはブラックピンクのリサとフレデリック・アルノーのようにより多くの証拠めいたものがある関係も取り沙汰されました。そして最近ストレイキッズのリノとエンミックスのソリュンの交際疑惑が浮上しました。しかしネットユーザーはその証拠に疑いの目を向けています。 NCT のジョンウと共に MBC ミュージックコアの MC を務めているリノとソリュンが並んだ姿はファンにとっては見慣れたものです。2023年4月ソリュンが2人の男性アイドルに加わって以来、3人は時間とともに親しくなっていきました。2人が交際している証拠とされているのはミュージックコアウルサンサマーフェスティバルで2人がやり取りしている映像です。3人のスターは全員出席し、公演前のリハーサルに参加していましたが、その様子をファンが撮影したものです。後に証拠としてオンライン掲示板に投稿されたリハーサルの一コマには、ソリュンとリノが一緒に笑っている姿が映っています。ネットユーザーたちはすぐに、こんなに短い動画から2人が交際しているというのは馬鹿げていると指摘しました。別のネチズンは2人とも JYP エンターテインメントのアーティスト同士で友人のようなものだろうと反論しました。彼らは映像の中でステイシーのリハーサルを見ています。ネットでは次のようなコメントが寄せられています。 MC で一緒になったのがきっかけで友達になったんでしょう。2人が微笑み合って会話してたからって付き合ってると考えるなんておかしい。ステイシーが見れてハッピーだった。噂が立つまでは同じ事務所で一緒に番組の MC もやってるんですよ。仲良しじゃない方がおかしいでしょ。海外のネットユーザーも同じように疑いの目で反応し、これだから昔のように男女のアイドル同士が交流するのが難しいんだという意見もありました。またジョンウもその場にいて会話に参加していたという指摘も出ています。真実は分かりませんが、多くのファンはこの映像だけで2人が交際している証拠とするのは無理があると考えているようです。